県は昨日の調査で赤潮の原因となる有害プランクトンが確認されなかったとして赤潮警報を解除しました。八代海では5月30日以降、4種類の有害プランクトンによる赤潮警報が相次いで発表され、今月7日の時点で養殖魚に13億円余りの被害が出ています。